商品の棚取りにはマストバイキャンペーン。N2P 村上烈です。本日も厳選されたデジタルプロモーションを研究していきます。今回ご紹介するこちら、60周年限定チオビタが必ずもらえるキャンペーン大砲薬品です。マイレージ式レシートキャンペーンで50ポイント貯めると、総付けでチオビタドリンク10本セットがもらえるキャンペーンです。それでは、烈さん解説お願いします。はい、チオビタドリンク60周年を記念して行われるレシートマストバイキャンペーン。マイレージ式で50ポイント貯めると60周年オリジナルボトルが必ずもらえるというもの。オリジナルデザインのチオビタ10本ってことですね。50本手前で応募できるものはなく、50ポイント貯めない限り応募できないストイックな仕様になっています。60年間を支えてくれたヘビーユーザーに向けた愛のあるレシートキャンペーンになっているんでしょう。まあ、LINE かメールアドレスで応募できるということで1本買ってきてみました。こちらレシート。というわけでちょっと応募するをしてみましょうか。あなたは15歳以上でございます。で、まあ、LINE ログインとかをしていくと、こちら許可する。そうすると LINE が立ち上がります。レシート登録、まあ、マイページがちゃんとありますね。で、今回チオビタドリンク1本、まあ、この辺でレシートとの整合性を OCR で取るんですかね。購入内容確認で、チオビタドリンク1本 100ml を買ってきました。じゃあこれでレシートを撮影しましょうかね。お、これいいのかな。指が入るとね、良くないですからね。よ、はい、これで写真を使用する。で、これで画像登録ができます。登録する押すと、おそらくはOCRをかけてくれるかな。あ、本当にレシート登録が完了しました。なのでポイント利益を見ると1ポイント獲得しているということですね。で、これでマイページで見ることができます。で、これが50たまんないといけない、結構長いものですね。で、さらにこちらチオビタ側のキャンペーンというのはこうリピートしない限り参加できませんが、まあ、松木横ここからと組んで、まあ、お値引きキャンペーンなども行っています。松木横ここからでチオビタドリンクを買うと20円引きみたいなもので、まあ、購買を進行させたりとか、まあ、購入動機にさせています。さらにですね、ウェルシアグループとかいろんな薬局さんでもこのキャンペーン、チオビタのキャンペーンをちゃんと応援していて、画像をチェックすることによってチオビタの方に飛んでいくみたいな SNS でのキャンペーン告知で協力体制を感じられます。店舗と連携が取れるのも60周年の歴史を物語っています。商品の棚取りはキャンペーンの大事なファクターになるので、店頭での購買キャンペーンは相性がいいんです。これであなたの企画もネクストステージだ。ご視聴ありがとうございました。なるほどと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。また面白いキャンペーンがあったらコメントで教えてください。現在無料出張勉強会のご依頼を募集しています。詳しくは概要欄をご覧ください。